ヤシロ大グループとは日本の競争場生産牧場集団である。グループとして世界に通用する馬作りを目標としており、すでに日本においてはいくつもの実績を残している。また、日本国外から数々の日本の競馬市に残る種ュドを輸入、これがその後の繁栄の基礎となっている。その結果、近年の中央競馬の重症競争には、 ヤシロ大グループの牧場で生産された馬が多数出走しており、日本の競馬界はヤシロ大グループがその中心となっている。なお、日本国外へのシャトル守防馬ビジネスなどはあまり積極的ではなく、シャトル守防馬として南半球に種ボバの貸し出しはしているが、ヤシロ大の牧場は持っていない。アラブ首長国連邦のゴドルフィミアイルランドのクールモアスタ島のように、 日本国外に進出するような予定はないが、世界的に見てもかなり大きな競争場、生産牧場集団である。サンデーサイレンス多数の GI 勝利場を有する、一口種のための会社。1980年に、ヤシロ大ダイナースサラブレッドクラブとして誕生。勝負服は木、黒縦島、袖青一本輪。以下は、歴代の GI 勝利場である。 ヤシロダイレースホースと同じく一口橋を募り、競争場を所有している会社である。1988年に日本ダイナースサラブレッドクラブとして設立され、2000年から現社名に改称。勝負服は黒、赤十字だすき、袖木立島。以下は主な活躍場である。ヤシロダイレースホース、サンデーレーシングと同じく一口橋を募り、 競争場を所有している会社である。2010年に設立。勝負服は黒、赤だすき、袖赤一本輪。以下は主な活躍場である。ありがとうございます。